皆さん、こんにちは。私たち本日ストリートライブ、また街頭演説を通して越谷の街に希望の光を届けに来ました。顔が見える街、心つながる住みよい街、越谷。この街が本当に人が住みやすい街になるために必要なのがイエス・キリストです。一人一人が越谷を変えていく、新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることができない。悔い改めよ、そしてあなたの作り主に立ち返れ。ザバイブル聖書は世界のベストセラーはそう語ります。少なくともバイブルは50億以上のベストセラーになっています。もう圧倒的に世界最大ですね。なぜ聖書はそれだけ読まれるんでしょうか。人を変えてきたからです。人の人生を変え、また人生だけじゃない、家族を変え、町を変え、この越谷を変え、そして埼玉を変えていく。子育てがしやすい越谷、誰もが安心して暮らせる越谷、それはイエス・キリストを受け入れることです。健康で年を取ってもね、安心して暮らせる街、子育てにおいて年を取った人が安心して暮らせる街、越谷。そして誰もが生き生きと暮らせる、そのような街であってほしい、そう願わないでしょうか。皆さん、そのためにキリストが来られました。イエス・キリストはあなたの救い主です。キリストを信じるならば越谷が変わります。越谷が変わったら埼玉が変わります。関東が変わり、日本が変わっていく。今日ゴスペルライブを通してこの越谷に神の愛を届けに来ました。一期一会、皆さんとの出会い、本当にありがたく思います。本日この場所をお借りして神の愛を伝えに来ました。あなたとお会いできて嬉しいです。越谷駅東口で演奏を始めました。つかみを取るために糸という曲をやっています。私は全く分かりません。どうにか一般の人が興味を持ってくれるように、また視聴者の方すみませんがお祈りいただけるとありがたいです。ちょっとですね、ここの、写真の脇には見えませんけども、警察の方が交通安全のなんかパンフレットを配っている状態ですので、警察の方が3人ぐらい、警官が3人ぐらいいますけども、どうぞ苦情が出ないように、視聴者の方、お祈りいただけるとありがたいです。お願いいたします。
市街の皆さん、本日ロボネットネットワークの街頭演説とストリートライブを通して越谷駅東口でこの越谷を変える、それは一人一人が変わることから、イエスキリストの愛を伝えに来ました。そのあなたを変える神の愛、イエスキリストの愛はすでに与えられています。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。今こちらへ行きましてですね、隣ね、この3年週間の、関わりで経過が3年から4年ぐらいですけども、どうぞ私たちのその伝道が苦情が出ないように、視聴者の方申し訳ございませんが、お祈りをお願いします。しやすい町、そして年を取った人も安心して暮らせる町、一人一人が明るく輝いて生きることができる町、越谷、ここに始まっています。それは一人一人がイエス・キリストと出会うことからスタートします。神はこう言われました、誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることができない、永遠である神の国に、 Go to キリスト、 Go to 天国、越谷の皆さん、あなたに神の愛を伝えに来ました。10月31日日の ハロウィンが終わって街はクリスマスに彩りを変えています。越谷の皆さん、こんにちは。本日この駅のこの広場でキリストの愛を伝えています。
なぜキリストは私たち人間を愛してくださるんでしょうか。それは神が作られたからです。工場直売いちご大福と売られておりますが、工場直売っていうのはですね、あれですよ、私たち人間もそうです。猿から進化したんではない。人は神の愛によって作られ、そして神は私たちを大切に思っていてくださる。皆さん、今日その神の愛を皆さんに伝えに来ました。明るい街、住みよい街、そしてイエス・キリストがいる街、越谷、ここに今日皆さんのハートを捉えようと思ってやってきました。一人一人が変えていくんです、この越谷を。一人一人の心の決断が新しく生まれ変わるならば、どうやったら新しく生まれ変わるんでしょうか。イエス・キリストを信じることです。そこから人生は変わります。あなたの新しい人生を今日私たちは応援します。仲間もだんだん集まってきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。交通安全の方いなくなりました。ありがとうございます。調査の方ありがとうございます。感謝です。あなたを称えます。救いのためにあなたは来られた。救い越谷の皆さん、こんにちは。住みよい町越谷にイエス・キリストを迎えませんか。皆を掲げてあなたを称えます。救いのためにの中央ではいちご大福が売られています。表面で見ると、外側から見るとお餅、中にはいちご、外から見るといちごが入っているのが分かりません。同じように私たちの中に神が住んでおられます。皆さん、神は神社仏閣に住むのではないと言われました。この世界に生き動き存在している。今日あなたがキリストを信じるなら、一人一人の心がこの越谷を変え、埼玉、この日本を変えていきます。
皆さんに明るい越谷、今日ここから新しい越谷が始まっていく。コロナ禍って言いますよね、コロナ禍。この禍って何かっていうとですね、災いって書くんですよね。コロナ禍、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 そういうためにね、災いだ、災いだ、災いだ、そう言ってるようなものなんですよ。ザ・バイブル、世界のベストセラー、聖書はこう言います。災いを与えるんではない、あなたに将来と希望を与える。コロナ期って言ったらどうでしょうかね、希望の期です。このコロナを通して人々の生活が変わり、ニューノーマル、新たなライフスタイルが、オンライン、テレワーク、3密を避ける。しかし3密を避けても神との3密を求めましょう。神はあなたを愛しています。
越谷の皆さん、こんばんは。本日皆さんに明るい街、年を取った人が安心して暮らせる街、そして学生が安心して希望を持って勉強して未来に向かって 目を輝かせる街、住みやすい街、そこになるために私たちは今日神の愛を伝えに来ました。皆さんにどうぞ持ってもらいたいんです。こんにちは。越谷の皆さん、どうぞあなたの人生の中にイエス・キリストを迎えましょう。街はハロウィンが終わるともうここにもですね、クリスマスの、少し前の雰囲気が出始めております。キリストはこの地上に生まれてくださって、そしてあなたに神の愛を届けるために来てくださいました。キリストは死ぬために生まれたんです。この世界にいるでしょうか、たった一人でも死ぬために、人のために、たった一人でも人のために生きる人がいるでしょうか。
写真を撮りますね。今動画撮ってますけど、写真はですね、皆さんパチッと撮ってね、その写真を見てですね、誰を一番最初に見るでしょうね。私のお友達、私の妻、夫、私の子供たちじゃないんですよね。自分を見るんですね。そして私の写真がよく写ってればね、ああこの人か、腕がいいなって、ね、いい写真だってでもですね、他の人がどう写ってもね、私がよく写ればいい写真。皆さん、これはですね、人がですね、自分に興味があり、自分が一番だ。皆さん、これがですね、罪の本質なんですね。なぜか、永遠の命を持っている神から離れてしまった人間はそのようになってしまう。昔の人間、もともとの人間はそうじゃなかった。いちご大福の中にいちごを隠しているように、今日あなたのハートの中にイエス・キリストを宿して生きていきませんか。キリストはあなたの神です。誰も見たことのないことが今この地に起こる。誰も来たことの皆さん、こんばんは。お仕事お疲れ様です。家に帰る、その心はある人は重いかもしれません。ああ、仕事で今日嫌なことがあったな、あいつにあんなこと言われちゃったな。辛い皆さんに、キリストはこう言われます。あなたの味方だよ、大丈夫だよ、私が共にいるよ、私のもとへ来なさい。キリストはあなたをそう招いておられるんですね。仲のいい友達と一緒にランチをしてもディナーをしても、その中で本当に心許せない場合があります。こんにちは。小さな子供は悩みがありません。今小さな小学生が通りました。小学生は悩まないんですよね。なんで悩みがないか、親がいるからです。親を信頼してるからです。安心してるんですね。しかし大きくなるとね、親も信じられない、あいつも、あの人も、夫も妻も信じられない。だから不安になるんです。しかし大丈夫です。神が味方です。神を信じましょう。神はあなたの味方であり、あなたと共にいてくださいます。大丈夫です。イエス・キリストは西暦元年、今から2020年前、この地上に生まれて私たちを救いに来てくださいました。主は来ません。
主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり。11月に入ってさまざまな変化がありますね。季節が変わり、また11月大阪で大阪都構想住民投票が行われました。20億円以上かけて、そしてそこでどうなったか、否決された。まあ、大阪市はなくならないで済んだ。まあ、こういうですね、埼玉市民にとって分かりませんね。大阪市がなくなるのがいいのかどうか、まあ、大阪市は残るようになりました。そして何より11月3日にはアメリカ大統領選挙が行われました。現職トランプ大統領に対して民主党のバイデン氏がそれに迎え撃つような形です。もうすでに選挙は投票が終わり、開票も始まり、バイデンさんがその勝利を宣言しております。しかしトランプも負けていません。トランプさんはこれから最高裁、さまざまな戦術を使って次元の違う戦いをしていくんだと言っています。どのような行方になるか分かりません。横の戦いであるならばもう決着はついているかもしれません。しかし次元の違う戦いなら分かりません。私たち人間も同じです。横だけを見て生きるのではなくて、私たちは次元の違う戦いがある。それは神の戦いで、その戦いはね、弱いほど強いんですよね。そして弱くても大丈夫、神が共にいる。主我を愛すって言うんですよね。大統領見たらバイデンが勝ってるように見えます。しかし決着はどうなるかわからない。皆さんこれを見た時にですね、私たち人間も似てるそう思うんですよね。東大を出て美男美女で、また恵まれた環境で生まれた人
その人だけが勝ち組になるんでしょうか。最も弱く最も弱く失望した人が人生大逆転することもある。皆さん、それは神にあって、この越谷の町も神にあって生まれ変わります。人は新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることができない。越谷の皆さん、悔い改めを、そしてイエス・キリストに立ち返りましょう。イエス様、あなたを応援しています。神の祝福があるように祈ります。ありがとうございます。
神が人類に平等に与えられたもの、それは時間です。この時間というのは平等なので、12月24日25日クリスマスも東京にもアメリカにもブラジルにも平等にやってきます。日本の人たちがこのクリスマスに憧れる、その一つの理由はですね、やっぱりそのイメージじゃないかと思うんですよね。クリスマスっていうのは光なんです。今工場直売いちご大福の、お店で明るい光が照っています。明るいと近寄りたくなりますよね。同じようにですね、キリストはこの世界の闇、この世界の不義、この世界の汚れ、それを照らし洗い清めるために生まれてくださったんです。今日あなたに紹介します。私たち全人類の救い主、日本の救い主はイエス・キリストです。いや、そんなこと言ったってね、お兄さんたちお姉さんたち、イエス・キリストは外国の神さんじゃない。ある人はこう言いました。イエス・キリストはアメリカの神だ。イスラエルですよ。そしてイエス・キリストは全人類の神です。どんなにあなたが過去に罪を犯したとしても、あなたがどんな人でも、どんな状態にあっても、神はあなたを許し、あなたを愛し、今日そのままの姿で私のもとへ来なさい。キリストはそう言っておられます。今日キリストのもとへ行きませんか。
伝道者の菅野直樹です。そしてその素敵な仲間たちと共に今日越谷にキリストの愛を伝えに来ました。越谷というのは私が思うに特別な町だと思います。住みやすい、都会すぎず田舎すぎず、そして人々が安心して穏やかに生活している、この街で顔と顔が見える関係が持てる、素敵だなって思いますね。心が通う、心がつながる街、住みよい街、今日私はそれを提案するために、よそ者ですけれど私は神から使わされてきました。越谷の皆さん、どうぞその腰にベルトをつけるように、越谷ですからね、あなたにイエス・キリストをぴったりくっつけてください。そしてキリストと共に生きていきませんか。ラッキーなことにいちご大福半額になりましたね。大福は半額でもいいですけれど、人間の価値をディスカウントしないでください。あなたは神の目に高価で尊い。私なんかダメよ、今日はダメなんだよ。皆さん自己肯定しなくてもいいです、無理して。でもあなたは素晴らしい存在なんです。それを忘れないでほしいです。目に映ってしまいます、まあ、神はあなたを愛しています。が出ないで本日、今日この神の愛を伝えに参りました。私たちは歌を持って神を称えます。この素晴らしい街を見て、そして素晴らしいあなたを見て、素晴らしく作られた神を見て讃えます。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって2時間この場所でイエス・キリストの愛を伝えます。あなたは愛されています。しばし、休憩を入れます。後半にまたお会いしましょう。ありがとうございました。すいません、休憩入ります。申し訳ないです。切ります。